今日はワイシャツにネクタイ姿の谷川親方です。谷川親方も朝青龍と優勝決定戦を争ってあと一番で優勝というところで惜しくも優勝を逃されたんですが、今谷川親方の言ってるのがちょんまげですね。これを大銀杏に結い上げていくのが床山の床久さん、そしてその家庭を解説するしてくれるのが行司の木村聡さんです。木村さん、聡さんお願いします。お相撲さんのどこがようで惚れた稽古帰りの乱れ髪と粋な言葉を借りるまでもなく、力士の髷は古典的な美しさを見せて今日まで残っております。力士の髪型には昔大銀杏、矢倉落とし、栗髷、本中瓶などの髷がございましたが、現在ではちょんまげと大銀杏髷の2つだけでございます。お相撲さんは普段頭の上にちょこんと曲げて言うちょんまげですが、重量以上の関取になりますと土俵入りや取り組みの時には大銀杏で土俵に上がります。お相撲さんが入門しますと誰もが一日も早くこの大銀杏が揺れるのを楽しみに毎日激しい稽古をしております。床山さんの手元をご覧ください。すき油を手のひらで伸ばしております。それを髪の毛にまんべんなくつけてほつれ毛をなくすようにしております。今度はすき櫛で丁寧に髪をすき、このすき櫛でこのすき櫛をかけますと髪の毛に艶が出て髪はカラスの濡れ葉色というような艶のある色になります。力士の髷を結う人を床山と言います。床山さんになりましてちょんまげを言うのに2年から3年、この大銀杏を言えるようになるには5年から10年はかかると言われております。また床山さんもこの大銀杏が立派に言えるようになりますと一人前と言われております。次に揃い櫛を使って根揃いをします。この根揃いは大銀杏の中心点を決める大事な櫛掛けでございまして、大銀杏を結う髪の長さは約40センチから45センチが良いと言われております。床山さんの手元の白い紐がご覧いただけますでしょうか。これは元結いといって、昔はご婦人の日本髪によく使われておりました。元結いは紙でできておりますが大変丈夫な紐で手で引っ張っても決して切れませんが、立ち合いの激しいあたりでたまに切れることもあります。この元結いは1日に2000本から3000本使われており、1年間では約80万本ほど使われております。曲げの真ん中を持ち髪を少し下ろして曲げ棒で左右の鬢を出します。床山さんは各関取の頭の大きさ、
顔の形、髪の癖とつむじに合わせてその人に合った大いちょうを結い上げます。現在相撲協会には床山さんが約50名おり、力士は序ノ口から横綱まで約700名おります。その力士が毎日稽古上がりに床山さんに髪を結ってもらいます。床山さんが先ほどから細長い棒のようなものを使っておりますが、これは曲げ棒と申しまして、形は精米同士によく似ておりますが、畳針を改造して鉄より硬い材質でできており、床山さんが各自工夫して自分に合う長さにした手作りの曲げ棒です。私の隣には元徳藤床山の徳寿さんがいるんですけれども、あの曲げ棒で瓶を広げていくときにジリ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 ってこう音がするんです。はい、しますよ。あれがまた何とも言えない音ですね。最初の頃はやっぱりお相撲さんもなんか気持ち悪いなんて言う人もいますよ。今徳久さんは黙ったままであの曲げを言ってるんですけれども、大体力士の方と時折おしゃべりをしながら曲げを言っていくんですね。いや、仕事をしてる時はほとんど喋らないですね。巡業中だったら別だけどね、本場所中はやっぱりお相撲さんも大変緊張してるし、もう頭やる時間になったらあっとお相撲さんもいよいよ今日はっていう気になるから、そういう本場所ではあんまりそういう雑談はしない。今日は会場には小錦さんも見えてますが、小錦さんの頭とか朝青龍さんの頭とか言ったのは徳寿さんでしたね。もう小錦さんの頭では大変苦労しました。頭が縮れてね、当時あのなんだストレートパーマがね日本でも流行った頃で、だから小錦さんも運が良かった、ストレートパーマかけてやったからね、結構綺麗にできました。今日は小錦さんもあそこに来てるけどね。谷川親方の髪の毛は非常にこうあのそういう癖毛はないですよね。はい、もう素直です。性格も素直だからね、もうそのまんま。揃え串で髪をまとめ、ちょんまげのはげ先を握りばさみできれいに切り揃えます。この大いちょうを結うのに約20分ぐらいかかりますが、この間関取衆は支度部屋で精神集中の一時を過ごしております。力士がまげを結うのは髪を締め上げることによって全身の力を統一することにあります。また土俵の下に落ちたとき頭を保護するためにもなります。徳寿さんが長年やった人で大いちょうがよく似合ったってのはどういう方々ですか？いや、やっぱりね、相撲も強かったけど、先ほどここで出ておりました千代の富士さんですね、九重親方最高だったね。やっぱり
私も千代の富士さんの頭やらせてもらったから大変光栄だったです。曲げの先端を手のひらと曲げ棒だけで丸い形に整えていきます。大きく開いた瓶と曲げの根元、それにハケ先の3つがイチョウの葉によく似ているところから、この曲げが大イチョウと名付けられました。ああ完成しましたね。ご覧ください、立派な大イチョウが出来上がりました。モデルは元関脇北勝力の谷川親方、実演は常山の常久でした。行司の木村聡さんの解説で大イチョウが結い上がっていく様をご紹介いたしました。谷川親方は5月場所の終了後、5月の26日に断髪式が